トイレをきれいにすれば自動車は売れる。軽自動車の新車をママワゴンとしてターゲットを明確にして売り出すことを決めた鈴木。販売店を集めた会議でトイレが男女別になっていないことが判明する。社長の鈴木治は営業店のトイレを全て入れ替えるように指示。商品、広報、店舗作りからターゲットを明確にすることで女性来店者は増加、ママワゴンはヒットへとつながったのである。そんな鈴木治の名言、思うようにいくってことは何もないね。まあそれが人生といえばそうでしょうけどね。